まあ移動は長かったですけど、まあしっかりと時差の方も調整できてきているんで、まあ試合に向けてまだ日があるんで、まあより良くなるかなと思います。まあ、チームの中でも僕は年上の方なんで、しっかりと引っ張っていかなきゃいけないのはもちろんですし、まあプレー面でも自分が気になるところがあれば、試合中でも練習中でもしっかりと声をいろんな選手にかけていければいいなと思います。この大会にまず参加できることがなかなかないことだと思うし、まあ、こういう機会は本当に貴重な機会なんで、まあ、しっかりとこれを無駄にしないようにいい経験したいなと思います。やっぱり他の国の選手を見て分かるように、やっぱり本気で来ている大会だし、本気で優勝を取りに来る大会だと思うので、まあ、自分たちもその気持ちで行くし、まあ、そういう本気の相手と戦えるというのはすごいいい機会なので、まあ、そういう相手と戦って自分の成長にもつなげたいなと思います。やっぱりこの大会でも優勝しているチームだし、まあ、かなり強い相手だと思いますが、まあ、自分の強さだったりそういったところがすごくキーになってくると思うし、まあ、そういったところでも僕が戦えるっていうのはすごい僕も楽しみにしているところであります。まあ、まずはどんな相手だろうとまず戦うところを見せなきゃいけないし、技術云々よりもやっぱまず戦って球際で負けないところからまず始めなきゃいけないと思います。